www.videonews.com。私はやっぱり今日は先生からこの話を伺いたいと。それが憑依であるかどうかっていうのは、患者さんを見れば大体わかりますので。こんにちは。はい、こんにちは。今日は8月の実は21日なんですね、収録をしているのが。でこれはまあ8月31日更新分の誤金ということで、ちょっと前倒しで収録をしているんですが、今日我々は、東京文京区本郷にあります東京大学医学部附属病院ですね、救命部の一応図書室というになってるんですが、ちょっとこの部屋がどういう、この場所がどういうところなのか、後からゲストの方に伺いようと思いますが、宮台さんは非常に今日この企画にお楽しみにしてたということで、ゼミ合宿を途中で抜け出して一旦来ていただいて、っていう、気合の入れようなんですけども、ちょっと今日のテーマまだ視聴者の皆さんにご紹介してませんけども、なんか今日のテーマで最初に言っとくことありますか。14歳からの社会学っていう本に書いた、実話ですけれども、僕の母が死んだのが今からもう、6年前ですかね。でその時に、直後ですけども、2歳半の娘がですね、リモさんもご存知の山荘に行ってたんですが、お花畑があるんですね、花壇があるんですが、でさっきバーバーがそこにいたって言うんですよ。でみんな「えっ?」ってこうゾワゾワゾワとしてですね「えっ?」って本当にいたのって、あそこにいたよ、そういう経験はありますし、一応社会科学者というパブリックイメージとバッティングするかもしれないので言いにくいことがいろいろありますけれども、僕は結構今はそうでもないですけど、小さい時はよく声が聞こえた、お墓参りとかをすると声が聞こえるっていう現象があって、あまり人には言わないできたのですけれども、なので実は僕ら世代はムー第一世代とも言うべき存在で、オウム真理教のね、幹部の方々も僕の同世代でしたけれども、世界の七不思議に類する本を最も真剣に読み始めた最初の世代ですね、1950年代後半生まれというか昭和30年代前半生まれの人たちは、世界の七不思議みたいな本を学校の図書室とかで一生懸命読んだ世代、ムー大陸、アトランティス大陸、中学に入る直前ぐらいはポルターガイストをテーマにした漫画がね、随分出てきてましたよね。でその直前は梅津和夫や小賀真一たちのいわゆる呪い物をベースにした作品や漫画っていうのをずっと読んできた、そういう意味ではある種のリテラシーが非常に高い世代だと思いますね。今はどうなんですか、世の中で一般的には。昔の水曜スペシャルのようなものは以前ほどなくなりましたね。ないし、なんかネタになっちゃってますよね、ああいうので扱ってるものが、むしろテレビとかの次元ではね。そうですよね、なのであまり真剣な、なんていうの、その体験の語りの材料にはなってないような気がしますね。ちょっとそれは何であるかもまた後で宮台さんの意見も聞きたいんですが、せっかくですからいいゲストをご紹介しましょう。今日はですね、ちょっと無理を言ってお願いして、でなかなかちょっとお時間もないということで、先方の、ここはだからオフィスっていうんですかね、勤務先までお邪魔してるんですけども、ゲストをご紹介します。東京大学大学院、医学系研究科の教授で、医学部附属病院の救急部集中治療部部長でいらっしゃいます矢作直樹さんです。矢作さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもう実は矢作さんとはある会合で、ご一緒させていただきましてね、で非常に私自身は非常に心に響くお話を伺ったということと、すごくちょっと
相通するところというとちょっと失礼なんですけども、非常に思うところがあったので、ぜひ先生に、番組に出ていただきたいというふうに思ったんですが、ただあまりにも僕にとってはなんか大事な話だったんでね、それを媒体に載せることによってなんかこう話がこうネタみたいになってしまうのだけは避けたいので、非常にちょっと思い悩むところもあったんだけど、宮台さんが実は そのテーマに非常に造詣が深いし、非常に関心があるということを知ってですね、ならいけるかなというふうに思ったんですけども、はい、一応宮台さん、神保さん、やばい部分を全部僕に押し付けてくださいから大丈夫なんですよ。そうですか。一応ね、これ、はい、ご紹介だけしておきますと、矢作先生がですね、実は本を書いておられまして、ご覧になって分かるように今もお医者さんでいらっしゃるわけですが、東大病院のお医者さんであるわけですが、こういうタイトルの本を実はお書きに、これがもしかしたら一番まず一冊をと言われたらこれがいいかもしれないです。たらあとこういう本もお書きになっています。で早速なんですけどね、先生、今日私なりに今日のテーマはやっぱこれだなと思って持ってきたんですけど、先生ちょっとこれ、今日私はやっぱり今日は先生からこの話を伺いたいと。宮田さん、これちょっと定義を一つお願いできますか。つくっていう字ですよね。で、よりしろにつくんですよね。その場によりしろっていうのは僕たちのことですよね。で、そこに外から入ってつくんですよね。つくっていうのは中に入るって意味ですけども、何でも何かがつく場合表現なんですか、それともやはり特定のものなんですか、その場合対象物は。物の符がつくとかっていうふうに古文では習いますよね。だから怪しいものっていう意味はその神秘的っていう意味ですよね。神秘的な通常の僕たち の通常の日常の、なんていうんだ、コミュニケーションや振る舞いの中では見えたり当てにしたりはしていないようなものが、つくんですよね。先生、今日 の大きなテーマは憑依という、もっと大きなテーマが実はあると思いますけども、その一つ の切り口としては憑依ということでよろしいんでしょうか、先生。何でも言われたようにいたします。先生ね、まず最初に一般の方が思われるのは、はい、先生、お医者さんでいらっしゃって、しかも集中、救急部集中治療をやられているお医者さんが、さっきの本でもそうですけれども、魂とかですね、魂とか霊とかあるいは憑依とかっていうと、なんか お医者さんとちょっとむしろ全く正反対のように感じられる方もいるかもしれないですけど、まず先生、そもそもお医者さんである矢作先生がなぜ霊とか魂とか憑依とかというテーマで、実際に本もお書きになるほど お感謝持ってられるんですか。やっぱり我々の体っていうのは、見える部分とそれから見えない部分と重なってますので、当然それをこう全体で考えないと理解できない事象っていうのは時々やっぱり目にするので、必然としてそういうふうになるわけですね。これはあれですか、やはりむしろそうしたお医者さんということもあるし、いわゆる救急部のようなもう命生死の境目のところで患者さんを見ているということともやっぱ関係あるんですか。そうですね、いろいろな方が来られるということですよね。一般外来ですとあるスクリーニングがかかってくるので、非常に範囲としてはこう狭まるという言い方あれですけど、そういう分かりづらいものっていうのは落ちてくるんですけど、救急の場合はいろんな人が来られますんで、そういう、なんて言うんでしょう、そういう見えない、エネルギー体による災い、霊障って言ってますけど、そんなものもやっぱり時々ね、競技の霊障ですけれども、で広い意味で言えば我々ってもっともっとその、見えないエネルギー体の影響っていうのを受けてるので、その普通でいう難因性疾患といった病気なんかでも一部はそういうものの影響を受けているというふうに、解釈する人もいますね。そこでそういうものっていうのは今は先生のおっしゃったそういうものって何のことを、例えば一番分かりやすいのでは精神疾患
感と思われているものが実はそういうものの影響を受けている場合もありますし、それは何かついているという、はい、あの感じ、その表現が難しいんですけれども、その我々ってその体は当然この3次元 の、 その、まあ、肉体というもの、それからもっともっとその、次元、まあ、次元というのもその、量子力学の、多次元世界という次元ではないんですけれども、まあ、固有振動数がどん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 高くなれば体というのは当然見えなくなりますの で、 でそういうようなものがそのずっとそのグラデーションを持ってずっとあの高いし周波数のものまであるというふうに理解 してるんですけども、まあ、あのそれっていうのは当然ある低いエネルギー、あ失礼、あの、周波数レベルのものだとその同調しちゃえばやっぱりそれなり の、 そのエネルギー体ですから、あの精神に延長をきたしたりとか、まあ、そこまでいかなくても気分が変わったりとか、ひどいやつは先ほど宮台先生がおっしゃったようなその憑依という形で人格がコロッと変わっちゃって、その人格が変わった時に、全くその何て言うんですか、あの覚えてない、元の人は覚えてないとかっていうような形で出てくることもありますね、はい、それがあの医師として、そのお医者さんとしてね、医師としてそのまあそうした霊とか魂とかっていうものの存在をあの感じられるというのはどういう時なんですか？そうですね、逆に言うと理屈抜きですね、うん、はい、あの多分それはあの私自身とその他の方が一緒であるとはちょっともちろん思わないんですけれども、ただ自分自身について言うと理屈ではなくって、うん、もうすでに そういうものとしてあるので、うん、はい、で見えるという感じ、ね、場合によって見えるし、うん、例えば高いその振動数 の、 その肉体、あ肉体という言い方がいいのか、まあ、意識体って言ってるものを、うん、がどういうふうなものとしてその感じられるかというとですね、例えばあることをこう非常に大雑把なことを想像したときに、あのイメージとしてこの辺に同調してくるんですよね、うん、多分それを人はアカシックレコードといったり、まあ、そのハイアセルフというのといったりいろんな表現をするのかもしれませんけど、私はそういう名前はよく分かんないんで、まあ、ただそういうふうにイメージとしてきて、で多分それの通りにやってるとその通りになるので、なんかそういうその、まあ、教えをそういう高い次元のものがどこのものか知りませんけど、そうやってあの理屈抜きで分かるような部分、分かるようなつもりですね、あのひょっとして幻想かもしれませんのでね、それ分かるというのはその患者さんのどこが悪いかが分かるということですか？いや、あのもっと大雑把な話でですね、うんうん、患者さんについて言えばそれが憑依であるかどうかっていうのは、患者さんを見れば大体分かりますので、分かる、はい、うんうん、それは全体ですか、目とかそういう意味じゃなくて、もう全体です、全体です、あの感覚としてバッと入っちゃうんで、はい、だからその理屈が説明しにくいんですけれども、うん、はい、うん、そういうことが見える先生にとってね、いわゆる西洋医学的なあのいわゆる何て言うんですかね、処置っていうんですか、その医学的なその処置っていうのはどういう位置づけになるんですか？まあやっぱり多くの人の合意というか、うん、そういう意識の、表彰としてのその医療をやるっていうことは一つのまあ何て言うんでしょう、社会貢献なのかなっていう気はするんですね。つまりあの病気っていうのは基本的に気づきを与えるものであって、本来その西洋医療的にその対立構造であの治すものとか敵とか戦うものとかっていうものでは決してないんですよね。だからそういうものを、まあ西洋医療という形の中で、例えば骨が折れた人を、まあ怪我を治すとかいう言い方はいいと思うんですけども、例えばその俗に慢性疾患と言ってるようなものなんていうのは、多分西洋医療的な感覚だけだとちょっと限界があると思うんですね、うん、だからその当然慢性疾患的なものといった場合に、その精神疾患みたいなものも一部入るように感じてます。なるほど、はい、ここでね、最後にもう一点、あの、まあ、先生のところはあの、救急医療であったり、あるいはその救命部という名前でもある、まあ、ER ですよね。そうするとあの、まあ、本当生死をの境目のような患者さん、事故とかも含めてあの来られると思うんですけど、あのそういう症例をたくさん見てこられて、その生と死をこう分かつ
ポイントっていうとちょっとなんか聞く言葉があれなんですけど、なんかそういうものはあるんですか？多分一般的に受けるような言葉としては、その、まあ、患者さんのその意識があればですけど、意欲とかそういう言い方をするんでしょうけど、もっと雑白というか率直に言っちゃうと分からないんですよね。つまりその人は別に病気や怪我で死ぬわけじゃなくって、寿命で死ぬんだっていうふうに自分は思ってます。はい、摂理があるわけですね。はい、はい、うん、でもそれは分からない、その分かりません、うん、はい、でそれはむしろ怪我の度合いとか病気の度合いとかというよりも、そもそもどういう摂理のもとにその人がいるかによって決まると、はい、だから、まあ、例えばですよ、普通に理知的で、まあ、そのなんて言うんでしょう、普通だったらもしその病気っていうのを、まあ、早く気づいて、まあ、なんて言うんでしょう、元の体に戻りたいという意識があれば、どうしてこんなにひどくなるまで来なかったんだろうなっていう人は時々いますからね。多分それはその人自身が何かその今回の性に関してこれでもう終わりっていう、そのなんかそういう定めがあったんじゃないかとしか思えないんですね。そうじゃなきゃこんなになるまで来ないはずがないぐらいちゃんとした人っていう人がよく時々いらっしゃいます。逆に言うとそれほど悪くないのにやっぱり亡くなってしまう場合も、いわゆる医学的にはそれほど本当悪くなかったはずなのに亡くなってしまう場合もあるということです。そうですね、まあ、そこまで言わないんですけれども、ただその今言ったのはちょっともうちょっと長期的な病気でですね、例えばまあ癌でもいいですけども、まあ、高血圧でも何でもいいんですけども、その今まで普通に考えたら、もしその元の体に戻りたかったらもっと早くその、見つけて、対処すればいいものを、もう本当にそのいよいよ最後っていうところになって来る人っていうのはいるんですよ。でそれはちょっと不自然ですからね。多分そういうふうなその意識という か考え方をするような力が働いてたんだと私は思います。今それが定めなんだろうと思うんですけども、ちょっと皆さんここまでどうでしょう。うん、先ほど申し上げたように僕自身、まあ、いわゆる神秘体験というものを結構するたちだというふうに周りから言われてきたんですね。でも僕は一応、まあ、数理社会学でも博士号を取ったりしてるとかいうこともあるので、この両方どういうふうに整合して理解したらいいかということでいろんな読書をしました。そしたらカール・グスタフ・ユングっていう人がですね、神秘現象の存在と神秘現象の体験の存在とは違うっていうふうに言ったんですね。まあ、短く言うと神秘現象の神秘体験の存在は神秘現象の存在を意味しないっていうような言い方でまとめられるものですね。でこの議論は確かにそうだと、オウム真理教の信者なんかがね、まあ、ある種 そのオルタードステイズ状態に導かれて、まあ、光を見たとかですね、自分の体が浮くのを感じたみたいなレベルであれば、これは本人にとって神秘体験ですけれども、それをどうやって引き起こすことができるのかっていうことは、まあ、かなり方法化されているんですよね。こうしたものは従ってまさにユングの言うように本人は神秘体験をしているけど、第三者的には神秘現象の存在は意味していないと言えるんですね。わかります？でただ本人は感じるわけね。そうですそうです、うんうん、でこの議論は、まあ、とりあえず納得できるように感じるんだけれども、頭のいい人はですね必ずその先に行くわけですよね。神秘体験の存在は分かった、じゃあ神秘現象って言ってるものもやっぱり所詮はね、ある種周りシステムの内部表現だし、それもイメージじゃないのか。例えば氷論的なモデルで説明できるかに見える現象っていうふうなものも現象の体験ですよね。まあ、間主観的に法則的な現象を体験している。でその間主観的に体験されるべき法則的な現象世界に属さないものを体験する人が、あるいは体験することがある。しかし実は両方とも体験として等価なんですよね。だからユングのセリフは現象の存在を意味しない体験の存在、なるほどっていうふうに一見思うんですけど、じゃあ現象の存在っていうふうにあなたがおっしゃったその、まあ、存在論的なその資格は何なのっていうと、結局それはやっぱり考えてみると現象が存在しているという、まあ、体験でしょうかね。強いて言えば皆もそう言っているのでっていうふうになるんですよね。
だこの辺が実はとてもその重大な問題で、ユングももちろん意識していることなんですね。なのでユングは集合無意識っていう概念にそのすぐさまたどり着くわけですけれども、つまり僕たち の世界っていうのは僕たちにとってよくわからないものだけど、世界体験を確かに与えられるんですね。で我々の世界体験には何かどうも固有の形式があるらしい、ね、羊風水みたいな四要素説なんての古くからありますけれどもね、まあ、ユングだったらアーキタイプって言われるような、なぜか時間も空間も歴史的にも非常に隔たったところで人々がまるで示し合わせたかのようにある共通の体験の形式を反復する。でこれはまあ、不思議なことというかですね、我々が前提としなければいけないことだというふうに、まあ、ユングは考えるんですね。であともう一つ、僕自身ジム先生ご存知の矢作先生の本にも書いてある気候の話に近い、僕の妻がですね第一子を産んだ後重い、まあ、乳母車を運ぶ失敗しましてですね、椎間板ヘルニアになっちゃったんですね。でかなり重症で、で、まあ、東邦大学病院でレントゲンを取りましたら、もう軟骨がはみ出していて神経索にも触れていて、3日以内に手術をしないと排尿ができなくなります。でもう実際妻は自力では立ち歩き座るもできなかった。で神保氏に案内をしていただいた、ある野口整体の体科の先生のところに連れて行ったんですが、それは患部に全く触らないでですね、頭をなんかごちょ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 触ったら10分で立ち上がったんですね。それでまあ2週間に1回ずつ3回ぐらい行ったら全く腰が痛くなくなったって言って、そんなバカなことあるかよ、病院に行ってスキャンをしてみろって言って、またレントゲン撮ってもらったら、あれ治ってる、ヘルニアが全部へこんでて、まるで手術したみたいに治ってるんですよ。でこれは実際にあったことですよね。あと僕自身について起こったことは、まあ、僕、家が眼科系だと言われているので時々脳ドックとかに行くんですが、やっぱり5年前ぐらいに脳梁に厚木大の良性か悪性かわからない、まあ、腫瘍が見つかったんですね。視界が一部ブロックされるって言ったのは、そうですね、そういうことがあったのでちょっと脳のスキャンを受けに行ったんですね。でまあ、左右同じ部分が抜けてるんで、なんかこれは脳の問題だなって自分で思って、なんか粒がありますね。でその先生のところに行って直してくださいって言ったら、直せるかなって言って、でもやってみようって言ったら、半年してまた脳ドックに行ったら、あ、消えてますね。でこれはまあ本当に不思議ですよね。で僕はその矢作先生も書いていらっしゃるように、もしかするとこれを説明する、まあ、僕たちが知っているようなサイエンティフィックな枠組みの、まあ、ちょっとした延長線上で説明できることかもしれないけれども、体験が与える驚きっていう水準で言うと、まあ、実際に起きちゃったからね、ジムさんに脅かされてたんですよ。ヘルニアっていうのはなんか腹も内臓をどけてやるんだぞとかって言われて、寝た方がいいですよって、だったらもうジモさんの言ったことを信じて見たふりをしてって言ったら、本当にそれで治ったってことがあるとすると、じゃあその内臓をどけて手術をする手術は何なのってことにやっぱりなりましたよね。お医者さんである先生、これはどう考えたらいいんですか。多分だからその肉体もそのもちろん単純にですね、例えば骨がポキッと折れてるのをそのなんて言うんでしょう、その見えない方の体のエネルギーを調整して治るかっていうと、それは多分違うんでしょうけど、そういうそのある肉体のそのまあその歪みっていうか、そういうもので出てきてるものも、実は元はそういうそのなんて言うでしょう、まあ、見えない方の体の影響も受けてる部分もあるのかなっていうのが一つと、霊体の方の影響ということを受けてる、はいはい、それともう一つはその、比較的その肉体に近い次元 の, その、そういうエネルギー体をの、調整をすることで多分良くなってるところを見ると、
単純にそういうその物理的にまあそういうその椎間板が少しあの靭帯を破って神経を刺激、あの刺激してますっていう言い方をしてても、実はそれがそのそのエネルギー体、見えない方の体をまあ調整して、まあ、姿勢も含めた全てがこうより理想的な体になる中で復元作用が働いて、それ当然あの戻れば靭帯っていうのは数日で引っつきますので、そういうふうなことが起こってもおかしくないでしょうし、だから多分我々ってどうしてもその目に見えてるもんでしかその判断する材料がないので、普通はだからその見えてる部分っていうのは実はあの非常にこう結果だけにしても限られてる可能性もあると思うんですよね。だからその中でものをこう組み立てると当然その想像ができない部分っていうこぼれちゃう部分があるけど、実はそれを全体もっと大きく見るとその中で説明がつくことなのかもしれませんね。多分ね、皆さんよく分かるのは逆子の問題で、僕の妻は上の2人の子逆子だったんですが、あのそんなにステージの高くない先生のところでやってもらっても、だいたいこうやって手をこの辺にかざすと5分で逆子は戻る、くるってひっくり返るんですよね、うん、また戻っちゃうんだけどね。で今回第3子生まれて、まあ、まだ1ヶ月経ってないんですけども、まあ、子供はちょっと偏っててですね、あの苦しがってたんですけど、これもあのそのジモさんに紹介していただいた先生はものの数秒ですね、こうやってそしたらガーッと移動したのが分かったそうです。でこれはどう考えても普通に手から何か情報かエネルギーが出てるんですよね。エネルギーですね。エネルギーが出てるんですか、はい、気候の一種だと思います。それがの、うん、どうしても既存 の、 その例えば気候とか、うん、まあ、霊気とか、うん、まあ、それそのまあ、エネルギーヒーリングでいうサイキックな力っていう部分と、よりもうちょっとその細かいあの、まあ、いわゆる高い振動数のものを、まあ、スピリチュアルヒーリングって言って便宜的に分けてますけど、おそらく人によってはその気候と言いながら実は高い方の振動数のとこまでカバーしている方もいらっしゃるし、だからもう人それぞれ全く違うので、そのスペクトラムがですね、その周波数のスペクトラムだから非常にその比べるのが難しいんですけれども、基本的にはエネルギーですね、はい。先生ご自身あのスピリチュアルヒーリングやられる、あの時々です ね、はいはい、これは具体的にどんなことをされるんですか。ここからエネルギー今出そうと思えば勝手に出ちゃうんですけど、これはだから気候と違って、気候っていうのはまあ普通はその自分のもうちょっと肉体に近い部分なので、その呼吸とかあの手だれな方はその意識せずにいけるんでしょうけど、私の場合は何のそういうトレーニングもしてないので多分違うんでしょうね。ただあの今もあの例えば頭をここに持ってくればすぐ感じられると思うんですけど、そういうのはいつでも出ます。それは先生はでも気ではないという、まあ、広い意味での気なんでしょうけど、普通昔私がその気候を教わった時に出してる気っていうのはもっと荒いもんなので、それとは違いますね。もっと細かいようなだから、はい、まあ、見えませんけど感覚ですね。どういうふうに感じるかというと、気候でやる場合、まあ、私なんかあの気候の初心者ですから、呼吸をあの大きな呼吸をこう整えていくと、この間に例えばその気玉を作るとかといった場合はかなりその何つったらいいんでしょうね、荒い振動として感じるんですけど、今例えばこうやってやった時にはもうそうじゃなくて風のような感じの細かさのものが勝手に出てて、で自分でももちろん感じるんですけど、例えばそれをですね、一番分かりやすいのは、犬とか猫にやってみると反応がすぐその場で出るので、はい、それは先生があの訓練されて体得した、それとも もう気がついたら持っていた。そうですね、はい、どうも後から簡単に手に入るものではないみたいに、むしろそれがある人とない人がどうもいるようだということで、その生態の先生が、あの自分がその好ましいと思っている家族に対してであればね、あの似たようなことができるんだっていうふうにおっしゃっていて、あの、まあ、うちの子供たちやっぱり2歳以降になると成長痛で夜足が痛くて寝られないとかっていうんですけども、あの子供たちに対してであれば僕がちょっと触るだけでブワーッと足が
熱くなるんですよね。で熱くなって、ものの1分もしないうちに会いたくなくなってきたっていうんですよね。でそれをその整体の先生に言ったら、だからそれは本当は誰にでもできるんだけど、その自分のようなその職業的な整体の、まあ、施術をする人は誰に対してでもそれができるようになるというところがポイントで、でもね、ジムさんご存知のように気を送ると悪い気が自分につくので、普通はなかなか継続的にそれをやるのは難しいと。でも実際なぜでしょうね、僕の手よりも熱くなるんですね、こうやるとね、体がね、どうしてそんなことが起こるのかはやっぱりわからないけど、現に熱くなりますよね。もちろん触っても熱くなるし、その実はその触る接触をギリギリぐらいで止めてても熱くなるんです、ちゃんとね。だからすごく、まあ、現に起こることだから不思議だなって思って見てますけどね。先生もそれはじゃあスピリチュアルヒーリングの時はその手、うん、手を患部にかざしたりするという方法、患部でなくてですね、うん、頭の上適当なところに頭、まあ、もっと極端なのは、うん、遠隔でやる場合はここにその人の頭をイメージするだけなんです。実際にそこにいなくてもいいんですか？あ、そうです。あ、ただやっぱりね、私のは非常にこうスペクトラムが狭いっていうか、うん、肉体に近い方のものは治らないみたいです。で逆にその、うん、犬猫のその、まあ、年取ったのがこう元気になるとか、比較的そのなんて言うんでしょうか、もうちょっとこう細かいレベルの方に効いてるような感じがします。はい、これはもう先生あれですね、医学的にどうのこうのをもうしようと思うこと自体がもう無理、そうですね、無理なんですね。全く次元が違いますからね。だからその我々のその我々っていうのは全ての人にあるそういうその見えない体っていうののエネルギー体っていうのは非常にまあ、ある意味強い力をも発揮するっていうことでいいと思うんですよね。だって多分それは私の場合はたまたまそういうふうになってるようですけど、例えば動物のヒーラーのそういう教育プログラムがあるんですよ。でそういうのをトレーニングすると大概の人は一生懸命やってる成果そこそこになるみたいなんですね。できるようになる。だから多分そのもちろんね、スペクトラムが仮に本当はその無限にその高い振動するとから物理肉体のところまでこういうふうにした時、そのスペクトラムのどこを自分ができているかっていうのは検証が難しいですけれども、まあ、それは相手の反応をたくさん見ていくしかないんでしょうけど、比較的肉体の近いところあるいはもう精神的という言い方で言い換えちゃうと、その本当にそっちの精神の方だけ聞く場合とか、いろんな人がいるように見受けます。で多分そのどなたも持ってらっしゃるお母さんがその子供さんの手当てをするとかっていうのは比較的肉体に近い方だから、その痛いところが治ったりとかそういうふうにするんだと思うんですね。だから、はい、だからまだ今の我々の測定方法では捉えられないけれども現実にあるっていうことにおいて現象が証明してるんでいいと思うんですよね。あまり詮索もいらないかなっていうふうに。ジムさんご存知の、僕のちょっと特質があって、僕なんか犬や猫に小さい時から好かれるんですね。で僕は犬や猫が好きじゃないのに、幼稚園の時も犬や猫がゾロゾロついてくるので犬や猫が嫌いになっちゃったっていう、まあ、ある時期があるんです。でジムさんの家に行った時も、あこの犬慣れないからって言っても1秒で寝転がってお腹見せてたりとか、絶対に出てこないっていうふうに言われてたジモさんの家の猫が僕の足の指舐めてたりとかっていうことがありましたよね。で妻と結婚して直後の時も家から遠くまで散歩していて親子連れの犬がいたんですね。で僕がおーって言ってちょっと子犬を撫でたんですね。で妻がこれやばいって、何がやばいのって、ずっとついてくるこの犬は、んなことあるわけないじゃんって言ったら、もう3キロ4キロは自宅に戻っても後ろ振り向くと200メートルぐらい後ろはずっとついてくるんですよ。あ、なんかまあ僕の小さい時と同じことがまた起こった。でこれもそういうなんか そのスペクトラム その何かを犬が感じてるんですよね。犬は先生がね引用されたんだけど、ガーバーの話で、はい、まあ、肉体と、まあ、霊体、まあ
魂っていう言い方でも霊、死んだ場合に霊っていう言い方だっていうような言い方だと思いますけど、からになってて、その非常にエネルギー、まあ、非常にこう高いエネルギーがもう一個あるんだけど、それはまあ目にも見えないし、なかなか科学的に証明するの難しいものからできてるっていうようなお話を先生されてたと思うんだけど、犬とか猫はじゃあそのエネルギーを人間よりもより鋭敏に感じ取ることができるということみたいですね。少なくとも犬ではあんまりまだ経験がないんですけども、うん、猫だと私のエネルギーを嫌がるのがいるんですよ、うん、それでまあ猫にとっちゃ別にヒーリングしてくれって言われてやってるわけじゃないから、うん、飼い主さんがやってくれって言うからやってるからありがた迷惑なんでしょうね。なんか猫によってはすごくその気持ちよさそうになるやつと、うん、もう嫌がっちゃってですね、うん、ニャーニャー泣いて逃げ出そうとするのとあるので、なんかやっぱり相性というのはあるのかもしれませんね。ただ言えることは非常に感度いいですよね。猫は感度がいい、犬猫は、うん、はい、うん、ちょっと進みましょうね。ここからね、僕 ぜひ先生にやはり紹介していただきたかった、例のマンションから飛び降りた女性の話、本にも紹介されてるし、先生が一番話に伺った話だったんだけど、これが結構大事かなと思ったので、ちょっとマンションから飛び降りて運ばれてきた女性の話っていうのをちょっと先生話していただいて構わない範囲でご紹介いただけますか。墜落外傷という範疇に入るやつで、飛び降りた瞬間っていうのをどなたも見てないで、本当に飛び降りたのか、すごく悪く言えば落とされたか知りませんけども、そうやってその高いとこから落ちたという状況証拠がある人が運ばれてきた時に、普通は高いとこから落ちると当然怪我をたくさんするので血がいっぱい出て、その失血性のショックになるわけですよね、はいはい、でそうなるとその普通は当然意識が混濁したり、あるいはその苦しいからうめいていたり、あるいはひどい場合は意識なくなってくるわけなんですけど、その方はもう血圧はこう太い動脈で触れない状況にもかかわらず意識がしっかりあって、で何も喋らずにじーっとこっちをにらみつけてたんですね。だからちょうどなんかその表現としては、体はそのもう瀕死だけれども、首から上は別人のような感じでですね、ちょっとやっぱり違和感があって、もしかして憑依かなと思ってたんですけども、それは置いといて普通に西洋医療的なね治療をして、幸いにも元気になってったわけですけど、その中で後でその人にいろいろインタビューをする機会があったもんで聞いたらば、もともとそういうその霊媒体質で、よくそういうその事故に遭う、直前にはもうだいぶ、憑依を受けてて、それで本人はそれを憑依と分かってるからやだやだって言ってんだけれども、ちょっと意志の弱いところがあって、それで同調された瞬間にどうも降りたようで、本人はその飛び降りたそのマンションのその高いところから降りた、こういうふうに落ちてて、地面が見えた瞬間に一瞬意識が戻ったんだそうですね。で、それがついたものがその瞬間に、その瞬間外れて、はい、外れた、多分それはもう激突してる時だと思うんですけど、というのはやっぱり憑依は昔からよく言われてるのは、強い刺激が嫌いらしくって、1930年代にシカゴ のカール・ウィックランドっていう精神科医の方が30年にわたるその診療経験をまとめた本があるんですけど、そこの中で、霊媒体質の奥さんにその、患者さんの霊を一回そのまさに依り代としてそっちに移して、それで自分がその、奥さんに、移った霊と話をしていさめて、それで憑依を外す、霊団守護霊団に持ったのを高いところに持ってってもらうというようなことをやって、たくさんの その霊障を治した、そういう記録があるんですけど、そこの中でも、しつこいものはやっぱり電気ショックですね、今の精神科でも使ってらっしゃるそういう治療をですね、
やってる場面というのがたくさん出てくるんですよ。ショックを当てると霊が嫌がっていい、いや痛いってから不愉快なんですって。あ、そうするとその当然取れて普通に戻るっていう部分もあるみたいですね。ただなかなか取れない場合も多いらしいですけども、